まず初回です。神宮初登板になった小川の初球、大島の打球が右足直撃。そうですね、最初はどうなるか思いましたよね。スタートから1球でしたからね。膝に当たりました。一度ベンチの裏に入って治療を行いましたが、すぐに出てきてその後も投球を続けます。上瀬にこの回ヒットを許すんですが、その後中田をセカンドフライに打ち取って初回をゼロで立ち上がります。試合は初回から動きます。スワローズの攻撃、この回先発のメキアを攻めてランナー2人、ツーアウトからサンタナ、好調ですね。そうですね、いい状態ですよね。これで1対0スワローズが先制します。2回ワンアウトランナー2塁3塁というチャンスを作って、バッターは先頭西川、センターフライ、サードランナー長岡、2人のランナーもいずれもフォアボールでしたからね。序盤はもらった、はい、ランナーが多かったですよね。3回です。ワンアウトランナーなしから村上、スライダーを押し込んだというバッティング、こちらのメモリアですよね。そうですね、神宮100号のホームランになりました。そのホームラン第7号、3対0になります。7回、この回までゼロを刻んだ小川、7回の表ノーアウトランナー1塁2塁、連打でピンチを作ると代打石川、初球打ちはセンター前、これで満塁になります。はい、ここはちょっと単打でつながりましたよね。はい、不運な当たりもありましたけども、はい、ここからですよね。そしてエスパーダ、2番からエスパーダから村松がタイムリー、これで3対1。続く木下はショートのダブルプレーに打ち取りますが、その間にランナーが1人帰って3対2、1点差、試合が全く分からなくなります。その後も続くチャンスのところ、ここは丸山がナイファインプレー、エスパーダを救いました。フォアボールのナイスプレーでしたね。2で試合は終盤8回で2アウトランナーなしから、マウンド上は木澤、甘く入ったフォームでした。そうですね、それまでスライダーいい状態でしたけども、中田選手がそれ以上にいいタイミングで待ってましたよね。一振りでちゃんと同点に持っていくと素晴らしい。さあ9回です。2アウト満塁、この回登板西山がピンチを招いて3番のカリステですが、センターフライ、500試合後半スコアボードにゼロを刻みます。9回の裏です。ツーアウトランナーなし、村上大ファウルがあったんですが、ここは見逃しの三振です。これで延長戦に入りました。さあ、そして迎えた10回の裏、久しぶりのヒットがスワローズに出ました。初球